はい、皆さん、こんばんは。ハリウッドスターを目指す男アレックスです。チャンネル登録者44名様、本当に皆さんいつもありがとうございます。よし、今日はですね、僕がいつも、言ってます、まあ、人生のテーマである、ラブ&ピース、なぜこれにこだわろうと思ったのか、ここをですねちょっと深掘りしていきたいと思うんですけど、実はですね、大きく言うとですね、大きく分けるとラブ&ピースってやっぱ大事だなと思うようになったのは、実は2つ理由がありまして、まず1つ目はですね、このブログでも、まあ、概要欄にも書いてるんですけど、ブログというかすいません、YouTube ですね、概要欄にも書いてるんですけど、もともとすごいめちゃくちゃプライドの高い人間で、プルデンシャル生命っていう、まあ、外資系の金融マンとしてですね、まあ、ヘッドハンティングをされて、まあ、入社をしました。で、当時っていうのはその支社で最年少で入社して、20代も僕しかいなかったんですけど、もうすごいですね、今までっていうのは、まあ、通訳の仕事もして、まあ、ある程度こう英語も話せるし、かつ20代で外資系金融マンでヘッドハンティングドーンってされて、俺も最強だーみたいな、俺絶対モデルでしょーみたいな思ってた、そんな時代が僕にもありました。つい2年前ぐらいですかね。もうとにかく天狗になっていて、もうプライドめちゃくちゃ高かったです。で、プルデンシャル生命っていうのは、まあ、保険の営業なんですけど、営業は全く未経験のまま入社して、まあ何でも大丈夫です、僕に話してください、できまーすみたいなんで、もう調子乗ってですね、もう先輩の話も一切聞かずに、半年が過ぎても全然結果が出るわけがないですよね。で、結果は全く出ないんですけど、その肩書き、外資系金融マンという肩書きを利用してですね、まあ、合コンとか、いわゆるまあ福岡で相席屋っていうのがあるんですけど、相席屋とか合コンにめちゃくちゃ通ってですね、もう本当にカッコつけてクレジットでお金をこう払ったりとか、で、合コンでやっぱりいい服着たいんで、ブランドの服ですね、当時は約26万円のアルマイのスーツを着ていたりとか、ジミーチューっていうブランドがあるんですけど、ジミーチュー のスタッツがバーってついてる長財布を約8万円で合コンでこうバチッてこう見せつけるために、クレジットで何分割だったですかね、24分割ですかね、約9万円の財布を分割購入したりとか、クロムハーツの財布、なぜか財布を2つ買ってるんですけど、クロムハーツの財布も中古でですね、約8万円で分割購入したり、まあ、時計も買いましたね。はい、もういろいろカッコつけるためにすごい自分を取り繕ってました。ただ実際はというとですね、営業成績も全くない、仕事もできない、全く仕事もしてない、なのに合コンに行った時だけパシッとこうスーツを着て、あ、はじめまして、外資系金融の、マネージャーの宮瀬隆です、よろしくお願いしますみたいな、もうめちゃくちゃキモいじゃないですか。もうそういった時代がありました。はい、で、そういうのがずっと積み重なってですね、まあ、クレジットの支払いとかずっと積み重なって、1年経った時に、プルデンシャルの時の最終の給料がプルデンシャルも完全フルコミッション、いわゆる歩合制ですね、なので最終月の給料が約8万円だったですかね、8万円に対してクレジットの支払いが26万円まで膨れ上がりました。もうこれはやばいということで、もう仕事をですね辞めて、やっぱ固定費をまず最初にですね浮かそうと思いました。じゃあ固定費で一番大きかったのって何なのかっていうのが、まず家賃ですね。じゃあもう家賃をもうなくすためにもうホームレスになろうということで、もう夜逃げみたいな感じですね、荷物をバーってまとめて、もちろんその契約の解除とかそういう手続き全部したんですけど、で1ヶ月後にホームレスになって公園に寝泊まりする生活が、続きました。で、そこでですね、これよりプライドを全部捨てたんですよ。もうありのままお金がない自分に向き合おうということでホームレスになったんですけど、やっぱりその僕がプルデンシャルの時にそうすごい心を開いて相談した人であったり、やっぱもともと自分を知っている人っていうのは、ホームレスに、例えばホームレスになったとしても、やっぱりその人間関係って変わらなかったんですよね。で、逆にそのめちゃくちゃカッコつけていた自分と出会った、カッコつけた時に出会った人っていうのは、今本当に人間関係めちゃくちゃ薄いんですよ。ほぼほぼもう会ってないと。で、ここで気づいたのが、ありのままで生きていいんだと、ありのままの自分をさらけ出しても、やっぱり本当に仲のいい、本当これこそラブ&ピース、信用でこうつながった仲間っていうのは離れていかないんだっていうことに気づいてですね、あ、これからはじゃあまさにそういった、まあ、AI とか 5G、6G がこう入っていく中で、めちゃくちゃこう時代で変わっていくと思うんですけど、ただ唯一変わらないものっていうのは、この人と人とのつながり、信用だなっていうことに気づきました。で、その信用を築くために、やっぱり一番大切なことっていうのは、いつも言って、やっぱり嘘をつかない。僕は今までですね、お金がないにもかかわらず、そういったブランドもね、自分をこう飾ってですね、嘘をついてたんで、もうお金がないにもホームレス、もうありのままの自分を見せようと。っていうので、やっていった。で、まず、ありのままで自分で生きていいんだ。なぜかというと、やっぱり本当につながった仲間っていうのは、
どんな自分がどんなに変わったとしてもやっぱりつながっているっていう、ここでまずラブ&ピースってすごい大事なと、人と人との信用、まさにラブ&ピースだと、ここだなっていう、まず一つ気づきました。でもう一つ目っていうのが、ですね、去年お会いした、まあ、90分ご縁会話っていうのを、僕はそれとまさにこう、まあ、信用をお金っていう信用を稼いでいくため、あの動画の概要欄にも書いてるキングコング西野明弘さんの著書で新世界っていう本があるんですけど、そのホームレス小谷さんっていう方の存在をですね、約3年前か2年前ぐらいに知って、これ面白いなと、自分のすごい状況に似てたんで、ホームレス小谷さんっていうのは自分の1日を50円で販売してた、でお金を稼ぐんじゃなくて信用を稼いでいたっていう活動をずっとしてたらしいんですよ、半年ぐらい。じゃあ僕もこれまさに同じことをしようと思って、90分ご縁会話でお金ではなく信用を稼いでいた。ただですね、そこでこういろんなご縁をいただきまして、まずある女性に出会ったんですよね。その方っていうのは、まあある一つのことに対してすごいパッションを込めてやられている方で、もうですね、ドラマで例えると昔プライドっていうドラマがあったんですけど、そのプライドの木村拓哉さん主演のドラマなんですけども、結婚する役の、まあ、竹内優子さんですね、秋って言われている方なんですけど、そういった方です。もう古き良き時代の女性、そういった方をですね、僕はお酒という理由で傷つけてしまったんですよ。これ信用を失ってしまった。ですごい心が痛くなって、ちょっと待ってよと、これ人と人との信用、ラブ&ピースが大事だって思ってた自分が目の前の女性を傷つけてしまったっていうのがすごいクサってこう突き刺さって、これ良くないなと、ちょっと自分の考え方を改めようとか、こう自分の生き方をもう一回ちょっと考えようって思い出したきっかけになったっていうのが、まあもう一つの実は理由です。やっぱり女の子にモテたいっていうのでずっと走ってきた中で、本当に自分が一番最悪なことをしてしまった、お酒っていうのが理由で、まあ、乱暴とかじゃないんですけど、まあ、信用、すごい大切な人信用を失ってしまったので、やっぱりこう良くないなと思って、まあ、禁止をしたっていうのもありますし、まあ、改めて人との信用をやっぱり築いていくために、僕はお酒は必要ないなというので、禁止を始めたっていうのもあります。なんでですね、これからもいかに自分に嘘をつかずに生きていくのか、もうこれだけにこだわってですね、もううまくいかなくても、失敗しても、地になっても、もうお金がなくても、もう辛くても、自我悪化しても、もう一人ぼっちになっても、家がなくなっても、本当に自分にだけは嘘をつかない、これだけをですね、こだわってやっていきたいと思いますので、チャンネル登録者44名様、本当に今後ともよろしくお願いします。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。皆さん、本当にいつもありがとうございます。失礼します。